ドン・ブラックはアメリカ合衆国ニュージャージー州セーラムウン、ペンズグローブ出身の陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの金メダリストである。ブラックは1950年代後半に活躍した棒高跳びの選手である。19歳で4メートル60を飛び、1955年の全米大学選手権で優勝を果たしていたが、 1956年メルボルンオリンピックには怪我のため出場することはできなかった。1957年から4年連続全米室内選手権を制し、1959年には屋外の全米選手権、パンアメリカン競技大会も優勝しこの時代を代表する棒高飛びの選手へと成長する。そして1960年のローマオリンピックの 直前の7月2日にカリフォルニア州パロアルトで4メートル8 0の世界新記録を樹立。オリンピックでも4メートル7 0で金メダルを獲得した。ところで当時は棒高跳びで使用するポールの材質が金属からグラスファイバーへと移行しつつある時代であった。1960年7月2日に樹立した4メートル8 0の世界新記録は金属ポールで樹立した。 世界記録である。ブラックの1 0 0ラムの体重に耐えきれず、日常的にポールが壊れるといった悩みを持っていた。ローマオリンピックでもグラスファイバー製のポールを使用する選手はいたが、オリンピックコポールの材質は急速にグラスファイバーへと変わってゆき、1964年、東京オリンピックでは出場者全員がグラスファイバー製ポールをするようになった。ブラックは、 朝薬の時にターザンを真似たような独特の叫び声を上げていたことで注目を浴びた。2019年2月16日、パーキンソン病、糖尿病、脳卒中といった合併症のためカリフォルニア州オークレイの自宅で死去。83歳没。ありがとうございます。